はい、元茶道部の、ユッキーです。今回はこちら、宇治抹茶のピノですね。これもまあ、抹茶味のアイスクリーム大好きで、チョコミントと抹茶はどっちも大好きなんですけれども、うん。まあ、大体買うのはスーパーカップですね。スーパーカップの抹茶。で、まあ、これはピノなんですけど、ピノはね、ぶっちゃけたので高すぎて、容量的に少なすぎて、このよ、ね、6つしか入ってないわけですよ。なので、これはあれだね。合計で 60ml しか入ってない。だから、スーパーカップが 200ml 入ってるのに対して、たったの3分の1以下という、ね、ものです。ので、これは金持ちしか買わないと思ってます。うん、これ上級国民以外多分買わないんじゃないかな。天立ての、抹茶のような旨味と渋み、芳醇な香りが楽しめる一つ。京都府、産の宇治一番茶の、抹茶を使用した宇治抹茶アイス。アイスとの一体感を感じる、口どけの良い宇治抹茶チョコ。となっております。はい。ちなみに茶道部というのは嘘です。いただきます。本当にピノって本当に高いよね。うん。スーパーカップのさ、3分の1未満だぜ。値段3倍以上ですよ、これ。グラム単価的に。うん。外側が抹茶チョコで、コーティングされてる。うん。ぶっちゃけ、これ、うん。そんなに、これは、これはあれだな。マジで上級国民しか買わないんじゃないか、これ。ハーゲンダッツが多分高いぞ、これ。グラム単価。わからんけど。ハーゲンダッツ、あれ、嫌いなんですよ。ハーゲンダッツは、ぶっちゃけたらただの、クソ甘いんで、嫌いなんですよ。クソ甘いんで。以前一回だけ食べたことがあるんですけど、王道のバニラ食べたんですが、圧倒的に甘いという、甘すぎる。まあ、ここら辺の栄養成分表を見ればもう一目瞭然なんですけど。まあ、見てみましょうか、これ。うん、ね。成分表。容量が 110ml。で、カロリーが244kcal。そして炭水化物が 19.9g。
これはスーパーカップの、カロリーと比べてみましょう。とんでもないことがわかりますよ。はい。これはあくまで 200ml あたりの計算ですからね。200ml あたり 374kcal で、まあ炭水化物がほぼほぼ砂糖ですからね、これね。35.3g となってます。で、200÷110 をすると、おおよそ 1.81 倍すれば求められるということになります。カロリーの場合で言ったら、244kcal が半減だってなんで、はいと。200ml に合わせると 443kcal という、スーパーカップが 374kcal に対して、443なので、70kcal ぐらい高い。そして炭水化物。35.3。いや、あらら。ハーゲンダッツが 19.9g なんで、かける 19.9、 9にするとパッと、炭水化物 36.181818 となってます。炭水化物、スーパーカップが 35.3g となってます。あ、そんなあんま変わんないですね。1g ぐらいが。0.67g ぐらい、まあ高いと。まあ、ということですね。だから、非常に甘いんです。あれは。ハーゲンダッツ。だから、買う価値はないと思います。俺は。ということで、こちらは買う価値はない。みじんもないですね。はい、一つ星。無駄です。ご視聴ありがとうございました。